2018年3月8日12時、ノーボール、ノーライフ、7日、水曜日、にアクル。グループステージ第3節が開催され、J リーグの2チームがどちらも豪州勢いと対戦した。川崎フロンターレはホームでメルボルンビクトリーに2-2で引き分けけ。鹿島アントラーズはアウェーでシドニー FC に2-0で勝利している。現在、メルボルンビクトリーの監督を務めるのはケビン・マスカ。とで、この名前に聞き覚えがあるサッカーファンも多いだろう。1994から2006まで年までオーストラリア代表でプレーし、2001年コンフの準決勝で日本代表が大した時にも出場していた。豪雨の横浜国際競技場、日産スタジアムで中田英寿がグラウンダーの FK を決めた印象的な一戦である。さらには、シドニー FC はグラハム・アーノルドが監督を務めている。これまた日本に馴染みが深く、1985から1997まで年にかけて豪州代表で活躍し、サンフレッチェ広島でもプレーしていた。メルボルンビクトリー、シドニー FC、ケビン・マスカット、グラハム・アーノルド、1990年代の豪州代表、そしてサンフレッチェ広島。これだけ頭の中に入ってくると、連想ゲームのように一人の監督の名前が自然と浮かび上がってきた。エディ・トムソン、スコットランド出身で、現役の晩年を豪州に新設されたオーストラリアンナショナルサッカーリーグ、NSL でプレー。気候や環境を気に入り、引退後にそのまま豪州で指導者となり、NSL で年間最優秀監督に3度選出されるなど確かな実績を残し、1990から1996まで年は豪州代表監督を務めた。そして、1997年にサンフレッチェ広島の監督に就任。2000年まで4シーズンにわたって J リーグで指揮を取った日本サッカーに縁のある人物である。1997年当時、私はちょうどサンフレッチェ広島の担当記者をしていた。来日直前まで豪州代表監督だったエディ・トムソンは、その後に取材を通じて日本サッカーについて色々な話をしてくれた。何しろ、同氏が率いる豪州代表と日本代表は1994から1996まで年の3年間で、6試合、2勝2分け2敗しており、すっかり日本サッカーに精通していた。代表に限らず、日本の選手は簡単なことをする代わりに難しいことをする。また、両サイドのゴール前でパニックになる。辛抱強くプレーすればいいところで、焦ってしまうことがある。日本にサッカーをさせておいて、でも得点は許さない。豪州は意図的にそういった展開に持っていき、得点を狙うことができる。日本は、試合を支配できていると思う。ただ、支配はしているが、得点ができそうだという気があまりしない。チームとして機能していない。すべての部分に考えが行き渡っていない状態で、組織的なものが感じられない。国際試合で最も大切なのは戦術だ。どこの国にも必ずいい選手がいる。いかに自分のチームの中心選手をフリーにして、相手の中心選手をフリーにさせないかが大事だ。改めて当時の取材ノート。1997から2000まで年を見てみたら、これらの言葉を拾うことができた。懐かしくもあるし、今の日本サッカーに当てはまるものもある。エディ・トムソンはサンフレッチェ広島で輝かしい成績を残したわけではないが、印象に残る言葉を数多く残してくれた慧眼の持ち主だった。2001年に日本を離れると、2002年にそれまでの功績が称えられて豪州サッカー連盟の殿堂入り。豪州と日本、両国サッカーの発展のために、その後もますます活躍が期待されていたが、2003年2月21日、闘病の末に55歳の若さで亡くなってしまった。訃報を知った時は、大きな衝撃を受けたのをはっきりと覚えている。ケビン・マスカット、グラハム・アーノルドだけではなく、エディ・トムソンの元サンフレッチェ広島でプレーした以下の3人、アウレリオ・ビドマー、杭州代表アシスタントコ、トニー・ポポビッチ、ウェスタン・シドニー監督、スティーブ・コリカ、シドニー FC アシスタントコーチも各方面で活躍しており、杭州サッカーの発展を支えている。川崎フロンターレメルボルンビクトリーを取材し